光もは日本各地の水のきれいな洞窟や山陰などの池に生息する藻類であり暗所で光を反射させることで黄金色に光って見えることが和名の由来である。普段は単細胞生物として長短一本ずつ計二本の弁号で移動する。周年で構成される生活感のうち通常は4月から6月の冬期に疎水性の柄の上に 複数の層で構成される細胞界を形成し、これが鏡のように入射光を反射させることで黄金色に光るように見え、その様子は金粉を敷き詰めたようだとのこと。光る仕組みについては、かつては葉緑体が光を反射させるとされたが、これは誤りである。しかし、詳しい仕組みについては十分に解明されていない。一般には、遊期は4月から6月であるが、 日立市東滑川海浜緑地の光も群生地のように年間を通して光って見える場所もある。日立市が北限と言われていたが近年福島県や宮城県でも発生が確認されている。現在分類は混乱しており文献によりクロモリーナローゼノフィやクロモリーナビスケリーとされることもあるが本校では神戸市環境保健研究所の研究に従い オクロモナス族としている。産地によって種が異なっているかもしれない。千葉県富津市、竹岡の群生地は、日本で初めて光もが発見された場所であり、黄金糸の名前で、国の天然記念物に指定されている。池上洋子、光もにおける、浮遊細胞の微細構造と分類学的研究、つくば生物ジャーナル第2巻、第2号、つくば大学生物学類、 2003年2月、38ページ。大石秀明、矢野博伊藤博之、中原忠志店、兵庫県内の池に発生した光もの観察、総類第39巻第1号、日本総類学会、1991年3月10日、37から42ページ。横山明子、横山淳、伊豆沼の定例から発生した光も、伊豆沼、 内沼研究報告第3巻、公益財団法人宮城県伊豆沼、内沼環境保全財団、2009年、25から30ページ、土井、10.20745、伊豆、3.025、オクラモーナズビスケリーの生態学的研究。ありがとうございます。